オスチュンです。今回はこちらのユニフォームエクスペリメント2020年春夏もののカタログを手に頂い,いたのでこちらをパーッと見て気になった付箋のところを紹介していきたいなと思いますまず1つ目はああこちら パッカブルのなんだろのジャケットですねこんな感じでちっちゃくなるようですで柄もグレーはウィンドペンっぽい感じでウィンドペンチェックっていうんですかねなってておしゃれだなと思いますあとアイコンというかポケットチーフ裏地がポケットチーフ代わりになるっていう仕様になってますね でこれ残念だなと思うのが、その隣の e a ーーストラックス、a、う、x、ん、これ多分セットアップで着れるようになってるでしょうけど、こっちはどうやらパッカブル仕様ではないようですね。上下でパッカブルだったら旅行の時とか、えー、すごく便利そうな気がするんですけど。で、えー、こちら、次がリバーシブル m a 1いや、これずっと欲しいと思ってるんですけどね。でこ うん、まあ、思い出話になっちゃうんですけど今年の冬の初売りにも札幌店に1着なんだ、まあ、冬昨年の、えー、やつが秋冬物の中綿入りの、MA、リバーシルーム MA1 があったんですけど、まあ、値段もまあそこそこ高いもともと高いけど、まあ、セールで7万ぐらいかなでだったんだけど、まあ、サイズがちょっと、ね、合わなかったんですよねそれが残念。うん、いい。つかは欲しい で話ははで次、この今、今期のアイテムでよく見られるなフラジャイルのテープとか、えっ、ー、となんだっけ、あ,あ、天地無用のテープですね。壊れ物とかのテープ。これがなんか実際にテープみたいな感じになっているらしくて、それが洗濯とかによって徐々に剥がれるみたいな感じで、本当に旅行カバンについている、あのー、 テープあるじゃないですか、いろんなあれが本当にボロボロになっていくような経年変化を楽しめるそうですね言い忘れてたけど今,あの今期の UE のテーマが、えー、旅行だそうですあそれでさっきの MA1 の袖にもあのアルファのとかによくあるようなタグそういうのがついてますねこれはあのテープじゃなくてピラピラのテープらしいのようです 次はどこだあ、これ。イージーショーツ。ね、ベンチュレーションでなんかスリットまで入って、すごく涼しそうなショーツでか、面白い仕様だなぁと思いました。まあ、値段が2万4000円と、まあ普通の値段ですね。優位では。やっぱり今季のアイテムでよく、ウォレットチェーン、ウォレットコードがよく見られるので、これのブームもまた来るのかなという気がしています。実際どうなんでしょうかそこはわかりませんけど。 あと、これ、スタッフさんにお勧めされた、スタジアムブルゾン。これ、ここの、あの、テープ、これはテープじゃなくて、あの、ベルクロのワッペンになってるそうです。こっちもですね。あ,あ、そういうこと。この画像の通りですね。剥がれるようになってます。まあ、こういう、うん、一着アウターあってもいいかなっていうふうに思ってます。あと、うん、買うかはわかんないですけど、 新しいデザインだなと思ったのがこちらのジーンズ。うん、慣れないな。ジーンズでこういうこれペイントじゃなくて刺繍らしいんですよね。うん、こういう,なんだろうカラフルな刺繍っていうのがあってもこういう刺繍面白いなと思いました。 で、次がこれもうあグッズ類に入るんですけどミルスペックっぽいなんだろうトートバッグなんか一泊旅行とかなんか荷物が多い時とかによく使えそうなアイテムですね、うん、これもミリタリーっぽいけどミリタリーには実際にないこういうブランドでしか展開しえないアイテムなのでまあ貴重性はあるんじゃないかなと思います 値段が2万6千円まあ安くはないですねであとちょっとなんですけどあ,あこれだもうヒョウ柄結構やってましたけど今度はもうゼブラ柄シマウマ柄をやるようにな,なってますね、うん、これを着こなせる人はなかなかいなさそうな気もするけど着こなせたらかっこいいですねで最後 こちらのシューズ。えー、UE では何年もや一緒にコラボしてる AMB、読み方わかんないですけど、とのウィングチップのスニーカーですね。うん、これかっこいいですね。ずっとちょっとウィングチップあの、こういうウィングチップというか飾りのある革靴っていうのいいなと思ってたんですけど、結構今、ドンピシャで欲しいなと思ってるところです。まあ、立ち上げにあるのかちょっとわかんないですけど。 で値段が3万1千円でまあ革靴買うとしたら結構安、まあ、いや高くはないんじゃないかなと思いますねはい以上で僕個人的にチューンが気になった優位のアイテムでしたなんかどんどん結衣の本ってお金かかるようになってきたような気がして今度はブカバーまで付くようになってうんまあそれはどうでもいいですけど <laughs> そんな感じでしたえー、いよいよ来週立ち上げなので 何を買うか、まあ、ソフネットもあるのでど,どれを買おうかなって今までからちょっと悩むのが楽しいですね。それではしたっけ